ます、はい、なんか最初エンジェルとの、ね、交流についてっていうお話をするんですけど、それで皆さんみたいにね、普段日頃から感じていただけるのすごくエンジェルも嬉しいって思ってると思うんですね。よくエンジェルの法則でこちら側からやっぱり話しかけないと向こうから勝手にこう来れないっていうのがあるので、皆さんがそっちに意識を向けるっていうのがすごく大事になってきます。で、やっぱりより明確な形のメッセージを受けるにはきちんとした手順が必要ということになります。というか第一のステップとしてまとめ書いてあるんですけど、準備体制というのがあります。運動とかするときもこう体柔軟するし、プールに入るときも急に入ったらこう心臓とかびっくりするのでやっぱ準備体操しますよね。っていう感じでやっぱり私たちもこうエンジェルとつながるためにやっぱり準備っていうのが必要になります。でそれが天使たちと交流したいっていうか心から願うことですね。でしっかりとした意図を持ち天使との交流に意識を向けます。で、ドリーバーチュもよくおっしゃってますけど、特殊能力が必要なわけではなくて、皆さんの中でそういう質問スピリチュアルな能力というのが備わっているというふうに言われています。で、これは心の中にこう肉体的な存在とは違った自分っていうものがあって、その部分が天使とか神とつながっているっていうふうに言われています。それがよくスピリチュアルなこととかボディーワークとか勉強するとハイヤーセルフとかって言うと思うのでね、皆さんよく聞いてると思うんですけど、こう広大な宇宙っていうこの意識の中でその神とか天使とつながっているっていうのがこの部分になります。で、前に私もいろんなの勉強していてキネシオロジーのセラピーとかみたいなのを勉強した時も出てたんですけど、私たちって体の中を見た時に手とか足って自由に動くじゃないですか。でまぶたはっていうと、まぶたは勝手にこう閉じたり開いたりとかしてくれて無意識になってくれている部分と、あと自分でもこう開いたり閉じたりできますよね。じゃあ心臓はって言った時に心臓を自分で止めたりとかできないじゃないですか。もう勝手にもう動いている。だから私たちの体の中を見ても手足は自分でコントロールできる。でまぶたとかは半分コントロールできて半分コントロールできない。心臓は全くコントロールできない。こう私たちの体を一つの宇宙で考えたらやっぱりそういうなんか自分の力を超えたものっていうのを感じますよね。それが今の天使とか、神とかねつながっているっていう、神様っていうとちょっとなんか宗教じみて嫌だなって思う方は大宇宙とか言葉をね変えてもらっても全然いいと思うんですね。そういう見えない世界とつながっているっていうことですね。なので、ここに書いてあるんですけど、宇宙の意識というのは全ての存在を、こう包んでいる、巨大なものになっています。なのでその中にいる私たちは聖なる存在を確認して、その声を聞くっていう必要な資質が、全て備わっているということになります。で大切なのは自ら心の声とか聖なるガイドたちからの声に意識を向けるっていうことが大切になります。なので時々、聞こえない声が聞こえたら怖いわとかね、驚いちゃうとかあるかもしれないですけど、全然そんなびっくりしないで大丈夫ですよって、安全安心なメッセージを伝えてくれていますっていう感じですね。でここまでで何か必要なことありますか？大丈夫そう？意図っていう言葉もよく出てくるんですけど、意図ってじゃあどういうことっていうの難しくないですか？大丈夫ですか？これもね面白い中でこの間見つけたんですけど、例えば私たちが交差点にこう立っていたら、行き交う人とか見たりとか、車とか見てたらただ行ったり来たりしてるだけで、自分がその真ん中に立っていたら、あ、車が通ったなとか、あ、自転車が通ったなとか、人が歩いてるなとかっていう感じだと思うんですけど、もしそこに例えば学生時代に好きだった人に似ている影をした人が自転車で近づいてきたら、あれって心の中で思うじゃないですか。あれもしかして何々さんと似てる、あれ何々さんじゃないかな、私も知ってる、なんとか君かなとか思って、ちょっと声かけてみようかなとか、内側でなんかいろんなものが起こるじゃないですか。やっぱその時自分の内側と外側でやっぱ何か変化が起きてくれると思うんですよね。だから私たちが内側で、あ、天使さんいるんだ、何か導いてくれてるんだ、守ってくれるんだって思ってワクワクした瞬間に何かスイッチが入る。
周波数があって何かが起こるんですね。私たちが内側で意図するから外側の世界でまた何か起こり出してくる、ね、そういう経験もたくさんねきっとオラクルカードを通して、ね、してきていらっしゃるのかなと思います。じゃあ今日は、マニュー本ということなので、ケイシーの言葉はこれくらいにしてカードリーディングの方に進んでいきます。で最初オラクルカードは天使や守護霊とつながるために古代から伝わる類種あるつもりでピタゴラスの数秘術に基づいています、まあ、最近たくさんいろんな種類のオラクルカード出てきていますけど、昔からあるメッセージを受け取るっていう方法なので安心してこう楽しめるというのがありますね。あとピタゴラスっていう数秘術ですね、0だったらこういう意味があるとかね、1だったらこういう意味で、そういうのにやっぱり番号は売ってないですけれども、そういうのに基づいて作られているんですね。カナダとは違うんですけど、カナダとカナダもそうでも要素も入ってると思います。いろんな要素を含めて作っていると思うので、で引力の法則が働いています。なのでなんか自分の中で無意識に聞いてるつもりだけど自分に気になっていることが入ってきたりとか、あるいは頭の中でこういう質問が知りたいと思って引いたんだけれども、出てきたカードはあれ私の質問したこととちょっと違うかなとかいう時あると思うんですけど、それは自分の内側がその答えを求めていたっていうこととかあると思うんですよ。例えば、私は習い事していて、例えばクラスを変えようかどうしようか迷ってた時があって、でマーメイドを今日お持ちなのマーメイドドリフィーでパッて引いたんですよ。そしたら急にマザーヒーリングって出たんですね。なんであれ教室の変化なんて聞いたのにマザーヒーリングのカードが出るんだと思ってふと考えたら、その日の朝に母と電話で話していて、まあ意見の食い違いで時々よくあるじゃないですか、お母さんと私はなんかこうだけどお母さんこう思っててちょっと意見が食い違うみたいな、それをなんか朝言ってたんですね。だからあそれが残ってるんだと思って、なんかそのことを天使が手放していいよって、それもそこで何か、意見の食い違いがあったとしても、大丈夫だよってこと言ってくれたのかなと思ってハッとして、いやオラクルカードって自分では考えてなかったのに、なんか無意識にそういうのを見せてくれるんだと思って、すごいなんか改めてねすごいなと思って、で、その後もう一度改めてカードを引いたらブレイクフリーっていうカードが出て、自由にこう殻を破るみたいなカードが出たんですよ、このグリーンカードで。あそれであじゃあなんかクラス変えても変えて自由にやっていいんだよってことなんだなと思って、で、最終的には自分の知りたいことも知れたんだけれども、無意識で気になっていたことにもカードを見せてくれたっていうのがあって、すごいなんかこう発見になる、そういう経験がありましたね。なので、引力の法則が働いているから、何か自分とちょっと思っても見ていないカードが出てきたとしても、そこでなんかそのカードを見つめて、はい、どのことかなとこう思い出すと、あのことかもっていうようなことが起きたりとかしますね。あと今のとちょっと似ていますけど、そういう引力の法則が働いているので質問に対する答えを、ね、引き寄せてくれています。ではカードリーディング、オラクルカードがこういったものっていうふうになっています。で次が、さっき言った前準備っていうのがやっぱり必要になります。で、ポイントとしてはリラックスとセンタリングっていうのが必要になってきます、リラックスっていうのはやっぱり緊張していると 100% の力が発揮できないってやっぱありますよね。オリンピックとかのシーズンになるとね、よく練習ではすごく良かったけど本番でね緊張しちゃったあまりにっていうのがあるじゃないですか。なのでリラックスするってすごく私たちも大事なんですね。頑張ろう頑張ろうと思って力を入れすぎちゃうと、なんかちょうど良い感じっていうから、そういうのが必要になりますね。であとセンタリングは最近よくいろんなこうカウンセリングとか勉強したら聞くと思うんですけど、自分軸とか聞きません？で自分軸をしっかり持ってとかね、センタリングするっていうか、そういうのもやっぱりあると、カードを引いた時にこう理解しやすいと思いますね。はい、でこれがポイントなので、それを良い状態にするためには方法があります。のステップが1番目が目を閉じます。で2番目が深呼吸をします。後でねやってもらいますね実際に。で先に説明だけしちゃいますね。で深呼吸は、1回から4回って書いてあるんですけど、1回でも全然十分だとは思います。
ていて、会社でちょっと嫌なことがありました。でその嫌なことがこの辺胸の中に溜まっていたまんまカードを引くよりは、まあ、一度こう呼吸をしてその嫌だったなとかそういう感情を吐き出してしまうっていうことが結構大事ですね。でその深呼吸を、まあ、1回でももちろん十分なんですけれども、まあ、落ち着けるためにね2回とか3回やってもいいし、あとさっきエンジェルナンバーの話も出てましたけど、4っていう数字が天使さんを表す数字なので、まあ、もし自分が気持ちが落ち着くなら4回ぐらいやってもいいですね。まああまり決まりがないのでね、本当自分が落ち着くっていう回数やっていただければいいと思います。で3番目が頭の頂点から体の中心に突き抜ける白い光ビームをビジュアライズするというのがあります、うん、これはビジュアライズイメージするってことが結構大事なんですね。で、例えばそうですね、俳優さんとか女優さんが舞台の上にこう椅子とかに座ってたりとか立ってて、まあ、真っ暗なお芝居のところで光が上からスポットライトがこう浮いてきて、なんかその人がこう浮き上がるような感じあるじゃないですか。あんな感じで自分をこうなんかその真ん中の人だと思って、上からこうスポットライトみたいな光がこう当たってきて、で自分のこうこれは天と自分をこうつなげるっていう感じなんですけど、この白い光が自分の体をね突き抜けていくっていうようなイメージをね持っていただくといいと。4番目がリラックスするということですね、まあ、力を抜くという効果ですね。で、これは、簡単な前準備なので、まあ、皆さんこういう場所でリーディングするっていった時はこのまあ4つのステップをやっていただくとこうリーディングする、ね、準備ができると思います。ただまあお家とかにいる場合で時間がたっぷりある時だったらその他にも方法があるんですけど、まあ、あとはこう体とかで緊張している部分とかがあったりとかしたら、ちょっとそこをほぐしてもらう、ちょっと肩疲れてる、肩張ってるなと思ったらちょっと動かしてもらってもいいですし、さっきみたいな気持ちの中で何かモヤモヤしたものがあったらそれを手放してニュートラルな状態にする、まあ、ゼロになるってことですね。それも一つの方法ですし、あと時間があるときはなるべくこう自然の中にいるっていうことで、まあ、マイナスイオンとかもよく言われますけど、そういうところにいるだけでもエネルギーが浄化されますね。なんか部屋の中でもよく大きな、植木みたいな植物の葉っぱみたいなのがあったら、そのそばにいるだけでもこうエネルギーを、ね、改善してくれますから、そういうところにいてもいいです。まあ、次に書いてある生きている植物のそばに座るっていうのも浄化になります。あとインスピレーションがある、またはクラシカルな音楽、音楽も波動なので、うん、空気を、ね、こう振動して伝わってますから、そういう音楽をかけるのも自分の浄化の役に立ちます。あと温かい水に浸かるとかなんですけど、まあ、これお家にいたりとかして、例えばお仕事から帰ってきて前に電車とか乗ってね、あお家に着いたと思ってカードを引くよりも、まあ、ちょっとこうシャワー浴びたりとか、なんか自分をちゃんとこうきれいにした状態、浄化した状態で引くっていうリラックスできるのでいいと思います。ただまあこういう場所ではこれ全部やっていたら時間がなくなってしまうので、まあ最初言った1から4のステップをやっていただくだけでもこのリラックスとセンタリングっていう準備ができるので、まあカードを引いた時にすごくこう自分の中につながりやすくなるのかなっていうのがありますね。これも後でやっ